はい、じゃあマウンテンサーフさんです。で、新しいのがあれですよね、はい、この黄色いジッパーですよね。はい、はい、それとこのダブル XL という、あ、サイズの展開が、はい、このガードシリーズにダブル XL を結構でかいっすね。でかいっすよ。生地がめっちゃ使われてるから、ちょっともうちょっと高くしてもいいんじゃないかっていうね、ダブル XL っていうぐらい、もう XS と比べたら相当違いますよね。ジャケットもダブル XL 出すんですか。出しました。あ、まあ、このガイドシリーズだけです。ガイドシリーズだけ、これダブル XL。 おー、でかくないですか、これ。でかい。でかいっすね。はい、同じ値段なのがちょっと申し訳ないぐらいでかいですXS の人に申し訳ないですね。あとは基本的には、はい、カラーは、はい、ピンクが追加になった部分だけというか11色、はい、まあ、あれピンクって去年でしたよね。はい、去年でしたね。はい、はい、でこれでオーダーまた作っていくっていうようなイメージですね。そうですね、6月生ですね、はい、あ、6月ですか。6月生です。6月生で、はい、はい、イメージです。あと中系は何かあります？まあ、まあ同じですね。同じ。あのこのパンツと。インナーパンツあるのいいですよね。はい、これはいいと思います。膝まで隠れるし、うん、あの脱げるんですね。うん、はい、あのブーツ履いたまま脱げちゃうんですよ。本当だ。横がもうこうやってパカッと開くんで、はい、両方開ければ、うん、もうベンチレーションからバスと。へえ、いや、いいっすね。はい、抜き出せるんです。だから朝寒くて俳句してる時にこう暑くなってきたら、うん、あ、じゃあそれ外して抜くっていう感じですね。はい、抜きます。で、まあもちろんあの着るのちょっと難しいんだけど、はい、そのまま着ることも可能です。へえ、はい、ハーフパンツベスト、でこれはジャケットです。フード付きですね。フード付きですね。はい。ね、フード付きのフリース。フリースですね。このフードを全部使ってるのは僕と和事ぐらいかもしれないですけどね。いや、みんな結構暑がりで割とこのフード使ってないらしいんだけど、はい、僕は結構今シーズンの吹雪のとかすごい。あ、そうなんですか。そのまんま。極寒の天神平で。へぇあ、赤澤 DNA ですね。まあ、サーフウェットスーツのこう知恵があるというか、はい、そういう感じですよね。ですね。うん、ありがとうございます。はい、はい、エビスですね。今年はね、この新しい柄出ています。新色ですね、はい、新色が出て、はい、継続品ですね。今年注目がヘルメットケースあります。かわいいです。あの車に、ね、積んだりできます。僕はゴーグルケースですね。あ、これ新しい柄ですね。新しい柄も出てます。これも今年やる予定です。スカルですね。スカル柄に出てます。こちらは、去年もあったもので、これは去年行ったやつですね。ですね。あとブーツ入れと上が分かれてるバッグ、これも良さそうですね。これも良さそう。で、ブーツケース、これも新しい柄ですね。新しい柄も可愛いです。出てます。